さて、ラストスパートだ。超いい感じだね。シェシェ、気合いや気合い。ハッスルハッスル。ああ、わかったわかった。気合い入れ直して、いくぜ。いくよ。会長をしております。ケーキとかお菓子とか甘いものが大好きな彼女、スイーツ部部長も務めています。そして最後は、皆さんも気になってますよね、黄色いコスチュームのワンコ、ネクスチェンジャーネクマルです。ネクマルはスクールで校長先生のお手伝いをしていて、このアクト、彩り、二人の面倒を見ているんです。好きなことは女の子に抱っこしてもらうことだそうですよ。女の子が好きなんですね。ということで、簡単ですがネクスチェンジャーの紹介をさせていただきました。皆さん、この3人をどうぞよろしくお願いいたします。みんなで頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。みんなよろしくね。よろしく。みんなにもいろんな夢があると思うんだけど、俺たちネクスチェンジャーの夢はみんなを笑顔にできるヒーロー、ヒロインになること。その夢を叶えるために頑張っていきたいと思います。はいはいはい、ありがとう。わかりましたよ。お前たちネクスチェンジャーかの夢はヒーローになることなんだな。ってことはまだヒーローの見習いってことか。はあ、なんだよ、誰だよ。え、誰なの、どこにいるの。見えた。おいおいおい、探したって無駄だぞ。俺様はな、今流行りのリモートでこうやって喋っているんだ。まあ遠くにいるからな、探しても無駄ということだ。俺様の名前はな、夢をたくさん集めているドリームコレクターのジャンプだ。よろしくな。は？ドリームコレクター？ジャンプ？さっきから何言ってんの？どうして夢を集めてるんですか？ああ、いろいろとうるさい奴らだな。ちょっと試しにやってみるからな。じゃあ、そこの黄色い犬、お前の夢を吸い取ってやる。何よ、なんやなんや。それ、ドリームキャッチ。わしの夢はな、すごいで。なんでそんなに。おお、なるほどなるほど。お前の夢は淀川の花
花火大会に可愛い女の子と一緒に行って楽しく過ごしたいだな。マジで？リクマルは女の子が大好きだもんね。よな。ああ、ネクマル、ネクマル。どうしよう。おい、何すんだよ。元に戻せよ。さあ、知らねえな。夏になるまで待ってればいいじゃねえか。さあ、次はお前ら赤いのと青いの。ああ、お前らは後だ後。その前に、ここに集まっている特に子供たちの夢をいただくとするか。おい、さっきから何言ってんだよ。なんで夢を集めてんだよ。つまんねえ、つまんねえからだよ。俺様はな、失敗ばっかりして夢が叶わなくなってしまったんだ。だからって人の大切な夢を取り上げてもいいと思ってんのかよ。知らねえ、知らねえ、知らねえな。さーて、誰の夢から吸い取ってやろうかな。おい、やめろよ。ネクマルもこんな風にしやがって。彩り、みんなの夢を守らないと。皆さん大丈夫です。私たちが絶対に守りますから。おいおい、お前らヒーローを見習いのくせに何カッコつけてやがんだ。おりゃあ。おいおい、なんだなんだ、どうしたんだ。ヒーローになるのがお前たちの夢なんだろう。そんな勝手なこと絶対させねえからな。ほらほらほら、頑張ってみんなを守らないとヒーローにはなれないんじゃねえのか。うわぁ、やめろ、ふざけんじゃねえよ。ほらほら、どうしたどうした、夢が叶わないぞ。どうするんだ。くそ、どうしたらいいんだ。どうしよう。俺たちみんなを笑顔にできるヒーローになるのが夢なのに、できねえよ。ダメだな、俺たち。そうそう、お前らはダメなんだよ。どうしたらいいの。俺さ、小さい頃いろんなヒーローに笑顔にしてもらってさ、助けてもらったんだ。だから俺もそんな風になりたいって思ったんだ。なんとかならないのかな。あ、そういえばスクールの校長先生が出たような、もしピンチになったら周りのとても大きなすごいエネルギーがお前たちを助けてくれるって、そんなことを言ってたような気がする。おいおい、お前らさっきから何ごちゃごちゃ言ってるんだ。夢なんかな、諦めてしまえばいいんだ。俺たちの夢絶対に諦めねえ。うん、そうだよ。諦めたらそこで試合は終わっちゃうんだよ。おい、だからさっきから諦めろって言ってんだろうが。俺たちは絶対に
絶対に諦めねえ。お前ら諦めの悪い奴らだな。まあいい、少しだけお前らがどうするか見ていてやるよ。どうにもならねえけどな。会場の皆さん、俺たち皆さんを守りたいと思って頑張ったんだけど、ちょっと無理っぽい感じ。でもみんなを守りたい気持ちはいっぱいあるんだ。会場の皆さん、皆さんに力を貸していただきたいんですけど、協力してもらえますか？やり方なんだけど、こうやって膝を叩いてパワーを俺たちに送ってほしいんだ。よし、みんなもやってみようぜ。パワーが集まってきたぜ。まずはネクマルを元に戻したいと思います。よし、行くぜ。ネクマル、元に戻ってくれ。元に戻ったんだな。やったぜ。本当によかった。みんな、おおきに。会場のみんな、ありがとう。よっしゃ、次はみんなの大切な夢を吸い取ろうとしているジャンプを会場のみんなと一緒に吹き飛ばそう。おいおい、さっきから黙って見てたらお前ら何やってんだ。よっしゃ、みんなめちゃくちゃいい感じだぜ。なんだなんだ、お前ら一体何してるんだ。みんなの大切な夢を邪魔すんじゃねえ。しかしなんだこの会場のあったかくて優しい雰囲気は。おい、ジャンプ、よく聞くんだぞ。みんなで力を合わせたらすごい力になるんだ。みんなが俺たちの夢を手伝ってくれてるんだ。私がせーのって言ったら上に向かって思いっきりパンチしてね。よし、みんな一気にパワーを集中させるんだ。いくよ。会場のみんなのすごいパワーを。みんなの気持ちが一つになるとね、ものすごいパワーになるのよ。おい、一つだけ教えてくれ。夢が叶わなかったらどうしたらいいんだ。うまく言えないんだけどさ、チャレンジしてダメでもそれがまた次へのスタートになるんじゃねえかな。夢もアップデートすると思うんだ。なるほどな。夢もアップデートするっていうことか。お前らなかなかやるじゃねえか。お前らに今日出会えてよかった。へえ、ジャンプもさ、もし夢ア
ップデートしたら俺たちもバッチリ応援させてもらうぜ。ありがとうな。その時はよろしくな。ジャンプさん、夢は叶うよ。それとわしと女の子のデートの夢も絶対叶う。皆様のおかげでこの会場を守ることができたからすごく嬉しいです。みんなのおかげや。ありがとう、ありがとうな。もうどうなるかと思ったぜ。せやな、みんなで頑張ったんや。それでは皆さんにもう一度ご挨拶を。彩りちゃん、アクト、さあかっこよく決めるで。それではダウンロードスタート。おっしゃ、行くぜ。まずは俺から。ヒーロー目指してまっしぐら。熱い気持ちをフルチャージ。ネクステンジャーアクト。今日はお手伝いしてくれてありがとうございました。みんな